はい、スリープフリークスの水谷です。最近の EDM などではスネアのピッチがだんだん高くなって盛り上がっていく手法が多く使われてますね。まずこちらをお聞きください。こちらのスネアになりますね。ソロで聞いてみますね。ピッチが上がったり下がったりして盛り上がってますね。どのようなテクニックなのかご説明いたします。至って簡単です。スネアの音源が入っているプラグインのピッチをオートメーションで書いてあげればいいんですね。とその前にスネアの打ち込みですね。今回はこのように打ち込んでみました。まず前半2小節は四分音符で打ち込んで、その次の小節は半分ずつ8分音符と16分音符のところで少しスピードアップするって感じですね。そして最後の小節で、ここでちょっとトリッキーに8分音符の3連、そして16分音符の3連、最後に32分音符でスピードアップするという感じになります。ベロシティは全て一定にしてあります。それではスネアだけでちょっと聞いてみましょう。ポイントはやはりスピードに変化をつけることですね。次にピッチに変化を与えましょう。今回はキューベース 7.5 から付属しているグルーブエージェント SE4 を使ってますので、こちらのメインタブにあるコースを使います。コースとファインがありますが、コースは半音単位、ファインはセント単位、すなわち半音の100分の1単位になります。微妙にピッチを変えるより大胆にピッチを変えた方がいいので、こちらのコースを使います。他のプラグイン、例えばバッテリー4だとこちらのチューンになります。スタイラスの場合はこちらのピッチですね。ロジックの EXS24 ではこちらのチューンになります。同じくロジックのウルトラビートではこちら各オシレーターについているここのピッチのところですね、赤い線のところ、こちらを動かすことになります。最後にエイブルトンライブのドラムキット、これはですね、ドラムのパッドを押した時に出てくるこちらのところのトランスポーズ、ここをオートメーションで書くということになります。今回はこのように書いてみました。最初3小節はピッチをそのままにして、4小節目、最後の1小節ですね、ここで動きを与えます。少しピッチを落として、そこからほんの少し上げてから、もう1段階上げつつ一回落として最後に駆け上がるようにピッチを上げていく、このようにしてみました。それではスネアだけ聞いてみましょう。なかなかいい感じですね。あとは最後に EQ を使ってハイパスフィルターのような効果を出してみましょう。このように前半はローがだいぶカットされて、後半に行くにつれて徐々にローが入ってくる。そうすると遠くからスネアが近づいてくるような感じになるんですね。こちらのフリークエンシーもオートメーションで書いてみましょう。こちらのような感じになりますね。最初はローがだいぶ削られていて、そして徐々にローが入ってくるような感じになる。ではこれでスネアを聞いてみましょう。なかなかいいですね。それでは全体を通して、盛り上がってきましたね。オートメーションの書き方は各 DAW で違いますので、当社スリープフリークスのホームページや YouTube チャンネルをご参照ください。本日はここまで。また次回をお楽しみください。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープフリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。